えー、こんばんは、えー、久しぶりに動画を上げています、えー、今日はですねあのー、まあ、ウクライナ戦争についてお話ししたいと思います私はウクライナ戦争がもう1年以上経っておりますけれども、えー、やはり即時停戦をと願っているものであります、えー、私はクリスチャンですので ずっと、えー、そのことを祈ってまいりました。で、それの、まあ、理由をお話ししたいと思うんですね。で、あの、今回、あの、維新の鈴木宗男さんが。まあ、直接ロシアに行って、ロシアの要人と会って、話をしてくると。いうふうに言われていたんですけど。 かの維新の中で、えー、反対の声が起こりましてそれでそれを断念したということなんですねまああのもちろん、えー、鈴木宗男さんが言ったからといってすぐに例えばプーチンが会ってくれるとか、えー、まあ、他の方も会ってくれるとかっていうのもまあ疑問も、まあ、ありますしけれども、まあ、私はあの 私は維新を別に好きというわけではないんですけどこの鈴木宗男さんのそういう心意気っていうんですかね、えー、それは私はあの買いたいなと思っています。でですね、えー、なぜ、まあ、すぐに停戦、えー、をした方がいいと考えますのが、まあ、今こちらの方に、えー、国連の えー、UNHCR 協会が、えー、出しているものですねであのネットに出ているんですがウクライナからヨーロッパへ避難した難民は810万人以上と言われていますで、えー、国内の避難民推定530万人と言いますで、えー、国境を越えた人の数は2000万人以上ということなんですね、えー 本当に皆さんもあの映像をたくさん見ていると思いますが、えーまあ、あの建物が本当に崩れて道全あ街全体が、えー、絶滅するような、えー、大変なこととなっていてもちろん、えー、家も住む家もなくなった人々が今ポーランドの方に多く、えー、避難しているということなんですよね。 である、まあ、あのキリスト教の指導者の方なんですがあの私も驚いたんですけれどもウクライナは、えー、今ナショナリズムが高くなっていて、えー、戦い、えー、最後まで戦,戦い抜くんだという人が、えー、ウクライナ人で多いと言われるんですね。でも実際には、えー、これだけの人が えー、非難をしているっていうことこなんですねだからもしあのそれが、えー、まあ例えばあの本当であったならばそんなに、えー、やはり避難する人も多いということだからウクライナの中でもこの戦争失敗市民が、えー、皆さんせこれに賛成、えー、しているとは到底思えない。 気がするんで,す、ね、であのまあもちろん残っている方もいらっしゃってやはり国を守ろうという人たちも多いと思いますがただ、えー、現実、えー、一般の普通の市民たちはその人たちの生活平穏な生活が、えー、壊されているというのは事実ではないでしょうか。 余儀なくそれをされているということではないかな、と、私は思うんです。で実は、えー、ロシアの側も、ウクライナの側もそうなんですが、両軍の兵士が、えー、毎日百人亡くなっている。まあ今あのえー、以前は六十万人とか。 あのニュースでロシア側のえー、亡くなっていてでそれでもまだまだどんどん、えー、あのやはり、えー、強制的な、えー、調整徴兵というものをして兵士をかき集めようとロシアがしているということはよく聞く話でまたワグネルという民間軍事会社がまあいろいろあの手この手といい話を出して。 えー、まあ集めているんだと、えー、兵士をですね兵士不足で,であれ兵士不足になるのは一つには兵士を駒として扱い人間としてではなく、えー、扱っていてどんどん前線に送り込んでいるのではないかそうすればまああのずさんですよねあの亡くなる。 兵士が多いということになってしまうんではないでしょうか戦わずしてもうすぐ亡くなってしまうとか得られてしまうとか言ってからそんなことも多いのではないかという気がしています、えー、ロシアでは、えー、今そういった一般の方々に本当はすごい不安も、えー、出てきているようなんですねもちろんプーチンを、あのー、もう愛国 愛国で応援する方々が多いらしいですがやはり中にはもう自分たちが徴兵に会うんであればもう強制動員です、ね、だから徴兵で会うんであればもうあの他国に逃げ出すという人たちはもちろんたくさんいらっしゃるわけですね。はい、ですから えー、こんなことを、えー、長く続けていいのかというふうに私はもちろん思わされます。また、えー、実際にはこのウクライナ戦争によって他の国アメリカ、えー、日本、えー、また欧米諸国などヨーロッパ諸国などが、えー、経済が大変なことになっております。 物価高、エネルギー高ですね、えー、そのことに不満を持つ人たちももちろん一般市民でたくさん出ているわけです、えー、またですねアフリカの方などは、えー、入ってきた小麦ウクライナそういったことから入るようになってきた小麦がなく、えー、食糧難に陥っているという話を聞きます えー、これでは、えー、世界も大変なことになっているということなんですね。はい、ですから私が思いますのは、えー、やはり即時停戦をと願っているんです、えー、このことはもちろん簡単ではないです。えー、私もいろいろな専門家の方の話を聞きましてそれは簡単ではないんだということを えー、よく聞いていますがしかしやはり願わずには折れないんです、えー、本当に、えー、そこには、えー、多くの人たちの、えー、涙があ私は、えー、見えるようですねで動画の中でも本当に、えー、いろんな方々の数、特に兵士の家族の、えー、悲しみが どれほどのものかというふうに映っておりますねはい。このことを一刻も早くやめてほしいと思うのが普通の人情ではないのかと思いますところが私が驚きましたのは岸田さんがウクライナの方にこの前訪問してゼレンスキーと会いました でその時に、えー、シャモジを渡しましまたです、ね、これは話題になったんですがこのしゃもじというのは、えー、日本では、まあ、広島しか分からないんじゃないかなというような話ですけれどもあの必勝しゃもじというのを、まあ、野球の時に使うらしいんですね野球の応援の時にで持っていきました。はいえー、岸田さんは、えー、ショートを守って いた野球選手、ね、野球をやっていた学生時代ということは有名のようなんですけれどもそれで持っていったのかもしれませんが私が驚いたのは必勝ということです。これは勝勝つまで、えー、必ずっていうのはじゃあ勝つまでやるのかこの戦争をと。 私は呆然としてしまいました、えー。これを何年もやるということは本当に大変なことではないかと思います。えー、今でさええー、ウクライナもロシアも大きな被害者を出しているのです。ロシアにしては兵士ですけれども私は兵士も被害者と考えております。えー、このの人たちの ことを考えるときに、えー、私はやはり、えー、黙っておれないそんな気持ちで、えー、動画を出しました、えー、今あの私自身、えー、聖書の終末論を、えー、勉強していますで、聖書の終末論の中には、えー、戦争が起こるという,ような話がもちろん出てきます、えー まあ、あのこのウクライナ戦争のことは書いていないようなんですね聖書に。しかしながら、えー、聖書に予言があるからといって、えー、こういったことを私たちが、えー、今リアルタイムで、えー、YouTube などで動画で見れるときに、えー、どんな思いをするでしょうか。えー、世界のの多くの人々が 多くの悲しみを、えー、抱いているのではないかなと思うしそれが両親、えーまあの,のある、えー、人間の感情ではないかなと思います。で今今日は聖書の箇所を少しお話ししたいと思うのですが。えー まああのイエス様が、えー、婚姻にしていた兄弟がいるんですね、えー、マリアマルタラザロという、えー、3人兄弟です。である日ラザロはですね、えーまあ、病気で亡くなったんですね。で、えー、もちろん家族マルタやマリアは大変な悲しみを持っていました。 それで、えー、実はよ、えー、亡くなって4日後にということはもう埋葬されてるわけなんですけどそこにイエス様がまあ来られたんですねでイエス様が早く来ていたら、えー、ラザロは死ななかったのにと正直に、えー、兄弟たちは女性の兄弟たちは言っていたんですね。 えー、その多くの人の涙を見て、えー、イエスキリストの心は動かされそしてキリストは涙を流すんですね。でまあキリストが涙を流すという箇所は本当に珍しいこの箇所以外にちょっとあるのかなと思うんですけれどもまず心が動かされそして 涙を流されたと言うんですね、えー、これは愛から来るもの以外の何者でもないと思います私も、えー、このウクライナの人たちいやソ連のあじゃないロシアの兵士の方たちのことを思うときに涙が出ることがあります いや何回も涙が出ましたで私は、えー、こんなことはもうこれ以上やってほしくないと思うんですね。で、えー、ちょっと今回サムネに書いたことですが岸田首相は、えー、G7 の今度は議長国として発言をしていて今 えー、ネットにも動画がありますでその動画の中にはもちろん核軍縮のことなどを、えー、話しておられますけれどもしかしながら、えー、核禁止条約などの、えー、会合にもですね、えー、オブザーバーとして出るということすらしない、えー、そういった、えー、岸田総理で ありま,すまああの最近になってオブザーバー校、えー、参加しているかもしれません。えー、国際情勢の中にはそういった、えー、核のため核を持ってるか持ってないかでいろいろな、えー、力の均衡が保たれているということは私はよくお聞きしています。し、えー、しかしながらがら核あるために 今度は核を使えないえ両方の陣営を持っているから核を使うことができないっていうこともあるようですね今そういった状況の中で、えー、やはりその時に日本は、えー、核を持つのかどうするのかということが今、えー、いろんなことで取り沙汰されそしてまた日本は、えー、軍備をもっと増強すると。 国防をしっかりするというようなお話が出ておりますキリスト教会の指導者でもそういう方を言うことを言う方がいらっしゃいます私はそのことについては今考えているところであります結論が出ているわけではありませんがしかし岸田首相はそういった形で えー、G7 には広島だから被爆国の象徴である広島のどーム、えー、そちらの方を見,逃すわけに見過ごすわけにはいきませんので核軍縮のことなどをお話しするようですけれども、えー、しかしながら、えー、今、えー、国の中ではウクライナ戦争のために 国防をちゃんとしなければならないという考えが、えー、多くあるように思わされます。で私はそのことについて、えー、反対を、えー、ただするというつもりはないのです。えー、そこを備えをするということは大事なことですよね。えー、ですから、えー、真っ向から反対とか。 えー、そういったことではありません、えー。現実的なことをちゃんと見なければならないと思っております。はい。えー、し,しかしそこにはまたいろいろな問題も多分、えー、あるだろうとは思っていますので、まだ私の中では、えー、グレーゾーンになっています。で、えー、やはり。 私が一番願うことは、えー、ウクライナ戦戦争の即時停戦です、えー、もうこんな人々の涙を見るのはつらい、えー、それが私の気持ちです。 えー、ちょっと長くなりましたけれども、えー、それでは失礼します。またなん、えー、この後ちょっといろいろと、えー、動画を上げてみたいと思います、えー。チャンネル登録よろしくお願いします。最後まで聞いていただきありがとうございました。